今回は、そういえば、今までほとんど使ってなくて、動画にしてこなかったノーマル寛容の活躍試合。式2で、武力マイナス99、知力プラス99、高張力 1.3 倍が20ポイントか、極端な効果。戦闘力を捨てる代わりに、式2で、高張力と高張速度を上げられる優秀な計略。歴代シリーズで、最も1コストの弱めの英傑対戦では、放置されがちな1コスタが少なめ、弾用は警戒させられる存在感があって、スペックも、そこそこ優秀な、良いカードって印象かな。まだ俺は戦国では凹凸とも、三国志では、制圧にで2マスずつ塗る仕事があった1コスやり兵。英傑では、高王が、コスト依存に合い1コスやりに、仕事を与えづらいけど、弾用は、その中の例外になれるのが強みやね。まぐれ勝ちはない。波乗りだ。そら、僕は帰ります。撃つのだ。波乗りだ。放て。どこんだ。なんだこれ式。流派発動。一の方流派発動。一の方放て。俺たちで新たな世を作るのだ。それ天気開放。僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。撃つのだ。無血開城ってわけにゃいかんみたいだ。手洗い歓迎ね。まだ俺は退場してくれるか。ここは引かねばの。尊敬の弓矢。足を聞かぬか。勝ちがたい時は俺の首はやらん。どこんだ。発射。手加減なしよ。骨抜きにしてあげる。じゃあ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。潮時か。これが俺の実力。ご視聴ありがとうございました。